日本茨城県つくば市、あじきあじきは、茨城県つくば市の大技。郵便番号300-4205。北は、下妻市小道祖、北東は、寺具、東は、佐久国、南東は西高野、南は、吉沼、南西は、下妻市、亀崎、西は、下妻市豊橋、北西は、下妻市柳原に隣接している。障子は、以下の通り。 江戸期は、あじき村であり、日立国筑波郡のうち、はじめたがや史料、慶長七年幕府領、源奈八年大名堀資料、遠方七年幕府領。村高は、官営十八年には、本田畑五百八十八国余り、開発と畑百三十八国余り、漢文六年県地では千四十五国余り、元禄五町千五十一国余り、天保五町、 九甲薄共に千四十五国余り、教法十一年見取り場、漢方三年神殿、遠鏡三年現地に行ったの見地があった。新言州一条院、安住寺、最高院、正光院、鎮珠三寺神社があった。古海側には、あじきがとと戦場があった。年具米は、木の川の総道下子まで、だ送りした。堀氏が、 領主の時には百姓家数百五十七、足黒池、下池、下門池のため池と、いのししよけを兼ねた二千百件余りの用水堀を作った。十八世紀後半には、村の後輩が著しく、安永九年の百姓家数百二件、天明二年は、新畑三十五条となる。関西九年代館、竹垣三江門は、越後国から農家銃を招致し、 村の復興に尽力した。現時元年の個数109、人口503、馬45。明治8年茨城県、同11年筑波郡に所属。明治10年一条院境内に、安じき小学校を創設。明治22年作岡村の大技となる。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。